はい、次は4キャラクター目ですね。今週最後のキャラクターですね、はい、ドクターストレンジマーベルからの参戦です。はい、はい、まあ、このキャラクターはですね、設定上、はいはいはい、相当強いです。強いんですね。おひげのおじさんに見えるんですけど、ね、もうあのダンディズムあふれるね、はい、博士ですから入り立ってますからね、まあ、あの魔法使いなんですよね、はい、なのであの原作の魔法使いらしさをですねうまくゲームに、まあ、消化できてるんじゃないかなと、はい、僕も原作から知ってるんですけど思いますんで、はい、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、でどんな技がどんな性能なんでしょうね。そうですね、まあ、通常技に関しては、結構リーチが短いんで、はい、まあ、少し使い勝手が悪いっていう風に思う方も多いかもしれないんですけど、ただ、はい、あの特殊技である前 H、はいはいはい、これがですね非常に発生が早くて、はい、相手がハードダウンなんですよ、まあ、ギザエロケ で、はい、で空中でやられて、当たっても、しばらく受け身取れませんので、はいはい、まあ、これがですね一番、近距離で暴れるんであればこれなんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、あとはまあ各種必殺技がすごくユニークなんで見ていこうと思います。はい、はいはい、ではどういう必殺技をこのキャラクターは持ってるんでしょうかね。そうですね、一番ユニークなのは、はい、ホゴスのカゴ、カゴ、はいはい、これがですね設置技なんですよ、はい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 、このゲームにしては結構設置技ってあんまりないの で、 そうです、ね、非常に見どころあるところかなと思うんですけども、はい、あとはもう一個設置技で、アガモットの目っていうのがあるので、はいはいはい、まあ、ちょっとその2つにですね注目してもらいたいなと思うんですけども、はいはいはい、まあ、まず1個目がダナクの攻撃、攻撃ですね。これは、L 版と M 版2つありまして、はいはい、L 版は比較的発生の早い相手サーチの技、はい、で M 版は少し画面に停滞してから相手に対して向かっていく、でこれ3発分になってますから、はい、まあ、この L と M を使い分けて、相手に対してプレッシャーを、まあ、遠距離では使うといいのかなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、次がアガモットの目ですね、はい、これはですね、目の前にちょっと大きめの球体が出てくるんですけども、はい、まあ、ここで目の前停滞させることもできますし、あとは前 H でそれをまあ弾いて、はい、相手の方向に対して向かって行かせることもできるという、はい、そうですね、はい、形になりますので、はい、まあ、これはうまいこと巻いていくといいんじゃないかなと思うんですけど、はい、次はミスティックソード、ミスティックソードです。これは、L 版、M 版、H 版とありまして、はい、L 版はこう無数にこう切り刻んで、はい、通常技として使えるんですけども、はい、M は、これちょっと飛び道具になります、はい、性能変更しまして、で相手に対してまっすぐ、はい、飛んでいく軌道が M、はい、H 版、H 版の場合は斜め上に対して、はい、1本、まあ、耐久って感じですね、耐久って形で飛ばします。次がホゴスのカゴですね、はい、これがまあ注目してもらいたい必殺技の一つなんですけども、はい、画面内にですねクリスタルを設置するんですよ、はい、で L がこの黄色のもの、はい、で M の場合は、赤いクリスタルを設置します、はい、で画面内に最大3つまで置けまして、はい、3つ目以降例えば4つ目を置いたとすると、まあ、それが上書きになるんですよね、はい、うん、という形 で実際これどう使うのかっていうと、次のファルティンの炎っていうこの技と連携を取って使うんですけど、まあ、これ単体出すと相手に対してまっすぐ、飛び道具を出すんですが、はい、仮にホゴスのハゴが、カゴが、はい、画面内にある場合だとこれに、対して向かっていって、で、それぞれ L 版と M 版によって、弾の性能が変わります、はい、反射するんですね。そうですね、 L の場合この場合だと、相手に対してこれ反射してこう、そうなんでしょう、向かっていくな、ビームが向かっていきます、で、M 版の場合はこれ、ボムの性能になりますんで、相手に対して向かっていくんですけど、この途中のポイントに対しても攻撃判定がついて爆発すると、爆発すると、で、まあ、この方がダメージ高いです。そうですね、はい、ボムの方がダメージ高いので、まあ、コンボに使うならボム、はい、立ち回りでは、L、はい、というような形の使い分けが必要かなと思いますね。はい、次は飛行ですね。そうですね、まあ、これはマップ3の、はい、他のキャラを持ってますんでみんなわかると思うんですけど、はい、まあ、画面の、上に停滞するというような形ですね、はい、まあ、もちろん必殺技も各種出せますし通常技も出せます、はい、各種 S で降りれると、はい、次はテレポーテーションですね、はい、これは、使い分けができまして、はい、L の場合は相手の目の前、はいはい、で M の場合は、相手の後ろ、はいはい、で H の場合は、相手の上、はい、頭上ですね、に使い分けられますんで、まあ、攻め込むときはやっぱり H で、はい、まあ、空中技振ってっていう形ですかね。そうですね、あとはまあアシストがいれば、M とかの選択肢も出てくると思います。はい、次はバルタークの稲妻ですね、はい、これは、画面上横にですね、まあ、稲妻2本
出すんですけども、はい、一発目がは、のろけになってます、はい、で、これがですねしゃがみに当たりませんので、はい、まあ、ちょっと使い勝手があんまり良くないかなっていう気はしますね。次がフィシャンティの術、はい、これがねドクターストレンジ名物、はい、これやばいですね、ハイパーコンボですね、はい、これまあ相手サーチの、必殺技になってまして、はい、で空中でも出せるというのはやっぱりすごくメリットかなと。で発生も非常に早いので相手のアシストとか見てから、まあ、これ出したりとか、はいはい、っていうのが結構便利な運用方法かなと。そうですね、ダウン落ちもできますしね。そうですね。次はラカドールの7つの輪、はい、これは、飛び道具性能に対しての当て身技になってます、ね、これで当て身を成立すると、ストレンジの方から、まあ、ちょっと太めのね巨大なレーザー光線が、はい、ね、出るように反撃できると、はい、いった形ですね、はい、最後にレベル3ハイパーコンボのアストラルマジックですね、はい、これはですね、まあ、ストレンジさんの優待離脱、優待離脱が、はい、出てくるんですけども、まあ、これこの間完全無敵なんで、そうですね、非常に優秀な切り返し技なんじゃないかなと思います、はい、で、まあ、当たると特殊エースに押して、相手に攻撃と大ダメージという形になってますね、はい、まあ、こんな感じがストレンジの必殺技なんです、はい、そうですね、どうです、どんな感じなんですかね、まあ、やっぱりなんといってもビシャンティの秘術、まあ、そうですね、実践的な部分ではかなり、まあ、ビシャンティファクタービシャンティみたいな流れをよく食らいますからね、まあ、間違いないですね、はい、鉄板技なんで、はい、あの技にはまあちょっと逆に相手にした時は警戒した方がいいかなと思いますねそうですね、はい、で次がアシストですかね、はい、アシスト見ていきましょうか、はい、アルファアシスト、ダナクの降臨ですね、はい、これは必殺技の M 版ですね、そうですね、ちょっと画面内に停滞してから3つ、はい、相手に対して向かってサーチで突っ込んでいくような形になります、はい、でまあ、これやっぱり、シューターのアシストの位置づけなので、まあ、シューターと一緒に、そうですね、うん、使うと非常に、相手の抑止につながるんじゃないかなと思いますね、はい、次はベータ、アガモットの目ですね、はい、アガモットの目です。これは、アガモットの目がそのまま目の前に設置されて、はい、一定時間ちょっと停滞するというような形ですね、はい、まあ、拘束時間は長いので、はい、ここを顔をさしている間に中下とかを迫るっていうのが実践的な使い方なのかなと思いますね、ヒットしますからね、はい、かなり長い間拘束できますね、そうですね、まあ、ちょっと難点は発生が遅いっていうところですね、そうですね、はい、まあ、次はガンマ、バルタークの稲妻と、はい、そうですね、これは、まあ、通常技でやってる分にちょっと使いづらいんですけど、はい、アシストになるとここまで強いかっていうようなね、もう攻撃時間が長すぎますからね、そうですね、で、まあ、相変わらず、当たると地上ではそのよろけになりますから、はい、まあ、2発目以降の追撃も確実にできると、はい、ただ、まあ、しゃがみに当たりませんのでそこは相変わらずちょっと注意していただく必要があると、そうですね、はい、はい、これがアシストですけど、まあ、はい、どれを選択するのがいいんでしょうかね、まあ、そうですね、セオリーはガンマかなと思ってたんですけど、はい、ただ最近ちょっとアルファもありなのかなという気はしてきてますね、ありですね、まあ、あの発生の差をフォローできるキャラクターがいれば、そうですね、ちょっとまあなんでしょう、立ち合いでこうポコッと押すのは結構危険なんですけど、はい、まあ、自分のラッシュ力があるんだったらば置いてからね、ちょっと前に詰めたりとかってことをすることによって、ね、まあ、ストレンジが安全な位置まで隠せますんで、はい、そうですね、結構アルファも強いんじゃないかなと思いますね、ですね、はい、まあ、じゃあ次は連続技見ていってもらいましょうか、はい、はい、連続技1つ目ですね、はい、これは結構応用きやすいあのレシピなんですけども、はい、立ち M からエルミスティックソード、はい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 、これ結構ループさせてからもエリアルいけますんで、ほう、まあ、他の空中のねカス拾いからでもこれ使えたりします、はい、2つ目、はい、2つ目、これは、エリアルのパーツなんですけど、はい、空中の、前 H がしばらく相手受け身取れませんので、はい、まあ、そこから地上のループに持っていったっていう形ですね、あ、はいはい、はいはい、3つ目空中投げですね、はい、これ空中投げからは、まあ、ビシャンティの秘術しかちょっと入らないんですけど、はい、ダメージ取りたい場合にはそのビシャンティ秘術からファクター H テレポーテーション、はい、で、ジャンプ中の H 前 H で、地上庫に持っていくことができます、はい、最後ですね、はい、これ応用の連続技なんですけど、前 H から、まあ、これダウン奪って、ホースのカゴ、はい、これ M 版を設置してるんですけど、はい、ちょっとずらすことによって1個残せるんですよ、ね、はい、なので、エリアルの後に、まあ、ここでダウン一度ダウン追い打ちして、アストラルマジックが決まると、決まると、すごい一撃で倒してますね、かなり威力高いですね、テクニカルですねこれは、はい、はい、以上が連続技ですね、そうですね、まあ、応用は立ちくらいからなんで、はい、まあ、ちょっと実戦では難しいかもしれないんですけど、はいはい、まあ、ちょっとあのね、ホースの加護をあえてずらして残すっていうテクニックは多分他にも応用効くと思うん で、はい、そうですね、まあ、このあたりはちょっとユーザーさんね、みんな頑張ってさらに調べよう、はい、そうですね、やってもらえればと思います、はい、はい、じゃあ次はテクニックの最後、はい、応用見てみましょうか、
はい、応用テクニック一つ目ですね、はい、まあ、これはアガモットの目からあの前 H で、はい、相手の方向にまあ飛ばせるというのを伝えたと思うんですけど、はい、まあ、前 H をですねここでカラキャンして、はい、テレポーテーションすることによって、はいはいはい、アガモットの目を後ろから、まあ、来させることができるというのがこれ応用テクニックですね。 M 版と L 版のテレポーテーションを使い分けるという、ね、そうそうそう、それで2択になりますんで、はいはい、ここからコンボと形ですかね。まあ、遠距離だとこれ非常に、有効なんじゃないかなと思います。はい、では2つ目、はい、次が、これアシストと、まあ、バープ、はい、まあ、またこれですね、まあ、これですねまあこれ散々紹介してますけどそんだけ強いんだよっていう、うん、まあ、誰も見えないんでねことだというふうに理解してもらえればと思います。まあパーツとしては立ち M が結構おすすめですかね。はい、はい、では3つ目、はい、これはですね、まあ、ビシャンティの秘術が非常に、まあ、足狩りに対して有効ですので、はい、まあ、アシストに巻き込んだ時にはもしくはアシストが見えた時にはビシャンティの秘術で、ダメージを取りましょうという、はいはいはい、とりあえずぶっ放しとけと、ね、見えたら、まあ、まあぶっ放、そうですね、相手は絶対アシストは絶対食らうはずですから、はい、でまあ、もしゲージ付けしたかったらばファクターからテレポーテーションして追撃と、はいはい、一番いいかなと思います。ではこれどんな感じなんでしょうかね、ストレンジっていうキャラクター。そうですね、まあ僕自身結構勝手なイメージなんですけど、はい、まあ、マグニートとか、はい、その辺のキャラクターと同じ系統なのかなと、まあ、発売前は思ってたんですよ、はい、なので空中ダッシュとかがないのはちょっと意外だったなっていう気がするんですけど、ただまあその分ですね、本当に既存キャラにはいない独特なテクニックというか、そうですね、必殺技がいくつもあるので非常に今から始める方でもこのキャラクターに関してはあんまり経験値も必要とされないと思うんですよ ね、 そうですね、なので、新規の方もぜひこれ使ってみてもらっていいんじゃないかな、ね、そうですね、かなりテクニカルですもんね、はい、飛び道具多いですし、後ろにいるとディレイドの、まあ、ビシャンティも非常に強力ですし、はい、強いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、あとはやっぱり前 H ですかね。ああ、はいはい、はい、あれは本当にこのゲーム屈指の多分打撃技だと思うんで、そうですね、はい、まあ、あれをいかにねうまく使うかで、まああれが漏れたとしてもこのゲームは近距離だと投げになりますから、はい、まあ、近距離の暴れに関してはアドバンシングガードと前 H で逆タコを迫るのが非常に強力なんじゃないかなと思いますね。あとは毒が中になかったんですけど、一応後ろ H で、あ、そうですね、当て身のワープもありますんで、相手の背後に瞬時に回り込んでますからね。そうですね、まあ、それはちょっと実際ね、皆さんの目で試してみてもらえればと思います。はい、はい、